詳しいかどうかは分からないですけど、学生時代からパソコンとか触ったりするのはすごく好きで、で昔はパソコンの基板とかを買ってきて、パソコン作ったりとかですね、まあ、そういうようなことをやったりとかしてました。会社の中では私が多分引っ張ってですね、いろんな IT 化を進めてきているような感じではないかなと思います。まあ、ちょうどコロナ禍の影響もあって、在宅勤務であったりとか、そういうところに対応していかないといけないという中で、今までなかなか進まなかったところが、まあ、そういう在宅勤務とかをしたおかげで、Kindle の活用であったりとか、いろんなアプリの作成なんかも使えできるようになってきたのと、あと RPA でですね、ソフトとソフトをつないで、基幹システムと均等をつないで、また別のシステムとつなげていくというような形で、システムを連携させていくっていうようなことが今だいぶできるようになってきました。みんながね、会社来たらカチャッとやるやつでね、温度取って、で紙にね、何時何分、あ、誰誰っていうところに本当自分の体温を書いて置いてたんですね。それはもう本当コロナが始まって、熱がある人が出社したらダメだって言われる時から一応つけるようにしてたんです。で本当に測ってるかっていうようなね、人も結構多かったりするので、これはなかなか厳しいなというところをすごく感じてて、まあちゃんと書くようにっていうことでね、指導はしてたんですけど、なかなかみんながちゃんとやれてないよなっていうのをひしひし感じてます。でうちの会社が健康経営優良法人の資格を取るようにいろいろと考えているので、対応して、まあ、2021年は取れてるんですけども、まあ、そういう健康経営をやっていく上でも、そういう体調管理であったりとか、会社の中でコロナを広げないというようなことをやはり考えていると、やっぱりそこのところで万が一コロナに可能性のある人を会社に入室させないっていうことが、やっぱりコロナ対策で一番重要なところだと思ってます。で手で書くっていうやつは誰もチェックができないので、適当にねやることも可能なんだと思うんですね。このシステムを本社で入れたら、まあ、そこをごまかせないですよね。顔認証で、しかもマスクつけた上でも認識してしまうという、これ素晴らしい機会じゃないかなと思うんだけども、だからもうこれはね画期的やなと。だからまず本社で1台試しでね入れてみて、1ヶ月間運用してみて、うん、まあコロナもいろいろあるかもしれないけど、今後将来的にはインフルエンザだったりとか、そういうところの対策っていうことも絶対必要になってくるので、やはり各社員の健康管理っていうことを非常に考えていくと、やはり入室時というかね、会社に来た時の出勤時の体温をきっちりと測って、そしてそこのところで会社が管理していくっていうことは、これはすごく会社の健康経営であったりとか、やっぱり人を大切にしていく、経営をしていくっていう中では非常に重要なところだと思ったので、投資すべきじゃないかなということで決定して導入させてもらいました。使ってみて思ったのは、これは嘘つけないと、やっぱりきっちりとデータを取ってこれるようにしていかないといけないというのは、もうこれ間違いないことだと思うので、クラウドのボックスのデータで持ってこれたりとかするので、まあ、今はちょっとまだ開発ができてないんですけど、将来的には勤怠システムの出勤状況と体温の状況をリンクさせて、言うたら、取ってない人、そこの人にちゃんと注意を促すであったりとか、そこのところの理由を確認する、でもしくはちゃんと会社に来なくて直接現場行って現場から帰るっていうメンバーもおるので、そういうメンバーは例えば自宅でちゃんと体温を測ってから入力をして出なさいっていうようなことを徹底っていうことで、ウイルスの拡散を防いでいくということは、これからも非常に大切になってくると思うので、まあ、このコロナの収束後も使えるんじゃないかなというふうに感じました。社長が言ったように、勤怠とつなげることができればすごく有効的に
できるっていうのは分かっているので、なるべく早くそっちの方の開発をしていこうかなっていう思ってます。すごいね出費なんですけどまあだけどそこの出費もあるんですけど、万が一会社の中でコロナの人が出てそこに気づくのが遅くて3人4人感染して会社がロックダウンの状態になってしまったりとかすることを考えれば、そこのリスクをね考えたら200万300万って安い話じゃないかなと思うんですよね。また社員とかのもしかしたら命に関わるようなことになるかもしれないですから、そういうようなことを考えるとその必要な投資じゃないかなというふうには思っています。紙でない媒体が増えてきている状態で、その先へ進んだ提案というのを積極的にしてくださるので、こちらとしてはそれもコピー機と一緒にできるんだとか、こっちからこういうのできませんかって言ったらすぐに分かりましたって調べてくださるし、感謝してます。いやだけど本当今回良かった、紹介していただいて、これは本当良かったんじゃないかな。